長らく日本で販売されていなかったアコードが日本で復活。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。とまあ、セダン好きとしてはとても嬉しいニュースではあるんだが、どうやらホンダのアコードファンからはあまり歓迎されないご様子。なんでよ、アコードかっこいいじゃない。霊夢ちゃんホンダの中でシビック以上にアコードの方が好きよ。日本向けに売られてた時のアコードはファンが多いが、今のやつはあまり日本向けではないからな。ファン的にはそこら辺が、って感じらしい。復活してくれたんだからありがたく思わなきゃ。てなわけで今回は、新型アコード、ファンから不評も日本復活でセダンも復権あるか？ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回はファンの反応を見ていきたいとは思うが、まず、アコード日本での復活の概要を見てからにしようか。国内消滅からの返り咲き、ホンダ新型、アコード、来春発売決定。Google、ビルトインを国内ホンダ初採用。2023年1月に、アコード、販売終了に伴い、歴史ある車名が消滅し、さらに4ドアセダンの国内ラインナップがなくなったホンダ。しかし、2023年9月21日、ホームページで新型となる、11代目アコードの情報を公開し、来年春に国内導入することを発表した。単なる移動手段だけではなく、使い勝手が良く、安心して快適にくつろげる室内空間。ホンダが2024年春に国内導入することを発表したミドルサイズセダンの新型アコードは、近年の車に求められているそうした付加価値に重点を置いていることが特徴だ。なるほどなるほど。この Google ビルトインって一体何なのかしら？ああ、そこら辺もニュースでは紹介されていて。特に注目なのは、国内ホンダ車で初となる Google ビルトインの搭載だ。同じく新装備の 12.3 インチ大型ディスプレイオーディオとの連携で、Google マップをはじめ、音楽系など多様なアプリを、タッチ操作だけでなく、音声操作でも使うことが可能。また、エアコンの設定温度やオーディオ、照明などを簡単な操作で設定できる。新型の集中ダイヤルなども採用することで、より先進で使い勝手のいい装備を数多く採用する。さらに高度なセンシングを可能とする最新の安全運転支援システム。ホンダセンシング360も搭載し、さらなる安全性の向上も図っている。こんな感じで、車載向けコネクテッドサービスになるな。Google アシスタント、Google マップ、Google プレイなどを車内で使用可能だ。あら、アコードの Google マップさんは、とんでもないところに連れてったりしないわよね。多分大丈夫？じゃないか？とまあこんなアコードなのだが、1976年に登場した初代モデル以来、日本を、はじめ、北米など海外でも根強く支持されているグローバルモデルになる。ちなみに、先代モデルとなる10代目アコードは、国内では2020年2月に発売。新開発プラットフォームや独自の2モーター式ハイブリッドシステム、EHEV、ヘッドアップディスプレイなど、当時最新の技術を、搭載したが、2023年1月に販売終了し比較的短命に終わっているな。あら、意外とアコード日本から消えてたのって最近だったのね。そうそう。そして、この新型アコードの話は多分、他の YouTuber さんの、よいしょ動画を見た方がいいと思うので、そちらを参照してくれだぜ。今回のメインはあくまでも、ネット民というかアコードが好きな人の反応だものね。反応を見ていく前に、新型アコードの値段やターゲットの話をしてからにしたいと思う。価格についてはまだ公表されていないが、先代モデルの価格が、465万円であったことを考慮すると、新型モデルには先進の技術や、装備が多く投入されているため、価格は上がる可能性が高いな。ホンダの開発者もこの点を認めているが、大幅な値上げはしないとのことだ。ってなると、500万円以上からってなりそうではあるわね。かもしれん。そして競合車としては、トヨタの、クラウンセダンとレクサスの IS が挙げられる。特に IS の価格は、最も安いモデルで、481万円、ハイブリッドモデルで527万円。これを元にすると、新型アコードの価格は、500万円台前半になる可能性が高いと予想されるな。ふむふむ、でもターゲットって多分年配世代よね。今の若者にセダンなんてあまり需要ないし。近年はセダンの人気が低下しているのは確かだからな。先代モデルの主なユーザー層は50代後半から60代だったが、新型モデルでは40代後半から50代前半をターゲットにしているそうだ。先進装備の多くが投入された新型アコードは、ホンダが、今後登場する国内使用車の基軸となると位置づけているそうだ。これは、ホンダが新型アコードにかなりの自信を持っている証拠だな。だけど、あまりアコード好きというかホンダ好きには、
刺さらないコメントが多かったのよね。まあ、否定の声が大きいってだけの可能性もあるが、比較的記事に寄せられた意見は否定的というか、期待してないって意見が多かった。やっぱり、北米を睨んで大きくなりすぎたのが原因か。さあどうだろうな。それではまず、反響が一番大きかったコメントとそれに対するレストを見ていこう。プレリュードやアコード US ワゴンなど心を、ワクワクさせた車を出していた当時のホンダが懐かしい。今のトヨタがやっているようなデザインチャレンジは本来はホンダがやるべき。今や性能は良くて当たり前。現行モデルのデザインはトヨタとの違いを出そうとして自己満足に帰結してしまえ。消費者がホンダに期待するものから大きく乖離しているような気がする。ホンダ経営陣は真剣に考えた方が良い。今のホンダはトヨタ以上に平凡で、日産以上に退屈な車を作る会社になった。日本市場は、ミニバン、コンパクトカー、軽自動車がメインの市場になったので、昔のホンダの面影を残すシビックや、アコードのメインターゲットはアメリカを含む海外になった。おそらく、アコードも国内で販売再開しても、さほど台数は出ないでしょう。良いデザイナーさんがいないと思う。社内にいなければ外注で出せばいいんだよ。デザイン良くないと中身がいくら良くても売れないからね。デザインって難しくて、一人のデザイナーに任せたものを忠実に再現すればいいけど、社内で、口出しする人がいて部分的に直したりすると全体のバランスが崩れてダメになる。アコード以外にも、プレリュード、インテグラ、ワンダーシビック、CRX など、当時のホンダの車はどれもかっこよくて、迷いました。結局、2代目のプレリュードが一番安くてしっくりきたので3年ほど乗りましたが、2000cc モデルだったのでとてもよく走り、燃費もまあまあ良かったです。我が家もアコード US ワゴンに乗ってました。その前はアコードエアロデッキ、かっこよくて走りも良くて、あの頃のホンダ車のような車を作ってほしいです。このデザインと装備で売れるかどうかわかりませんが、販売価格が予想できますので売れないと思います。今のホンダデザインはワクワクしないね。ちょっとトリッキーでもいいのに。今のホンダさんのデザインにがっかりしている人が多いのかな？解雇中って言われるかもしれないが、我らがスバルも正直昔のデザインの方がいいなって思うことは多々あるが、安全性能とかコスト削減とか、いろいろと縛りがある中でやるとそうならざるを得ないかもしれんな。こういう、新型の話になると出てくる、車系ジャーナリストとかはどんなコメントをしてるの？二人ほどコメントしてたから、ついでに紹介するぜ。セダンは時代遅れといった一部の偏った見方を、アコードに払拭してほしい。所詮、車は流行り物。90年代中盤以降、アメリカ発の SUV がグローバルで流行るも、2010年代以降の2大市場、中国とアメリカで、一定規模のセダン市場が維持されている。また、東南アジアなどで上級車としてセダンの支持もある。一方、日本ではグローバルで見ると異例なミニバンシフトと、日本固有の、軽自動車がセダン市場を奪い、さらに SUV シフトが進んでいった、という流れ。車でライフスタイルというと、室内空間の広さとイコールのようなイメージを、持つ人が少なくないが、真のライフスタイルには当然、セダンも含まれるはず。国内ラインアップが縮小気味のホンダ、アコードセダン日本再導入を機に、日本におけるホンダらしさを、本社、研究所、販売会社、そしてユーザーが共に語り合える場を考案していただきたい。新型アコードの注目点では、国内ホンダ車で初となる、Google、ビルトインの搭載も注目です。特に、Google マップや音楽ソースなどの各種アプリ、エアコンの温度設定や、室内照明など、多様な設定を音声操作だけでできるのはかなり便利です。実際に、アコードのプロトタイプで試しましたが、最初に、OK Google と話し、例えばどこどこまで案内してと、言えば、目的地を検索し、自動でルート案内を開始してくれました。ただし、OK Google、〇〇はどこ？といった話し方だと、場所を検索して、表示はするものの、自動でルート案内までは行いませんでした。もちろん、ナビ画面にルート案内スタートのボタンが出るので、そこを押せば案内してくれます。思う通りに使うには、話し方にちょっとしたコツが必要かもしれませんね。セダンの流行りももう一回来てほしいけど、日本で再びそれが訪れるのは難しそうよね。SUV が一つのカテゴリーに定着しちゃったし。個人的にはこの Google ビルトインってやつの使い勝手は気になるな。OK Google でやれれば確かに便利。続いては、アコードは海外では支持され続けてるよって話だ。このアコードに興味を持つ人がどれだけいるのだろうか。アコードにしてもオデッセイにしてもそうだけど、どうも、ホンダはアーニに社名をなくしたり復活させすぎ、ファンからすれば自分の乗っている社名がなくなるのはとても寂しいし残念に思う。これも時代なのかと思っていると大して期間も、立っていないのに復活、とかえ？
って思うよ。一台限りならともかくもっとファンや歴史ある社名を大切にすべき。寂しい気持ちはわかるけど、アコードの社名復活じゃなくて、これは初めからアコード、北米でもアコードとして売られてますよ。記事にもそう書いてるし、アコードとシビックは日本では売れなくなり、一番の市場である北米でずっと人気を維持している。だからアコードは日本向けではなく北米向けに開発されているし、アコードを愛している人も北米に多いのだ。その逆で日本には向いてないでかい車体であることは事実。日本ではそれほど売れないよね。寂しいけど仕方ない。シビックはすごく良い車だったので、今度のアコードも一ファンとしては期待したい。セダン復権はブランド力の構築が鍵だと思う。実際、日本でもベンツや BMW 等高級セダンはずっと好調な販売ですしね。アコードだって、北米ではベンツや BMW の対抗馬になっているし、州によってはアコードのが勝ってますから。車自体がなくなっていたのではなく、日本国内での販売をやっていなかっただけなんです。今や国内メーカーでさえ海外市場がメインターゲットですから、国内向けは後回しだったりとかよくあります。その点、良くも悪くも軽自動車は国内専用なので、仕様も国内向けでタイムラグもないんですよね。2022年度世界販売台数、4位 CRV733,300 台、11位ヤコード479,300 台、12位ベゼル476,000 台、17位シビック389,500 台。世界的な SUV ブームの中、あまたある車種の中で堂々11位。店頭と評価、売上を見事に維持し続けていますよ。これだけ経済がグローバル化した現代で、世界的視野がなく、日本だけしか見えていないのはどうかと思いますよ。今後はカムリの国内販売が中止になるので、次期アコードセダンは企業や観光庁の需要が高まるかもしれません。クラウンの一つ下の車格のセダンって、営業からちょっとした、重役の送迎、冠婚葬祭まで本当に使い勝手が良いんですよ。でもそのクラスが欲しいとなると、もうほとんど選択肢がないですからね。ただそういうところはトヨタや日産にこだわるケースも、多いので、ホンダ車がどこまで食い込めるか。大体北米で人気のモデルって、日本ではあまり、受け入れられないってのがある気がする。そもそも、車のコンセプトからして違うからな。日本だとコンパクトさが求められるが、北米では大きさが求められたりするし、そりゃ、北米向けに作ったら日本では、うーんって人が出てきて叱るべきだ。利益だけを考えたら海外受けを狙う。しかしそうすると日本受けが悪くなる。このジレンマはどのメーカーでも同じだろうね。そして最後に、これまで否定的なコメントが、多かったが比較的肯定的な意見を見て終わりにする。その前に、ぜひこの動画を見てる人は、否定肯定どちらでもいいので、アコードについて思うことをみんなと共有してみてくれ。それではどうぞ。ホンダは以前から様々なセダン車種を販売させていて、こだわりを捨てないメーカーですね。アコードは今から30年前はグローバルで支持されていた看板車種。SUV がすでにブームから定着へと移行する中で、セダンの魅力をいかにアップさせるか、ホンダには期待しかありません。ただ自分は買うかと言われると、なかなか選択肢に入りづらいというジレンマはあります。免許を取って最初に買った車がブルーバード SSS ですので、セダンは好き。アコードセダンの発売は心から応援します。前回のアコードセダンは日本発表のタイミングがかなり遅いにもかかわらず、車内の設備はとても古い形式でとても残念な車だったと思います。でもエンジンで発電してほぼほぼ EV 車で、ガソリンで、動くのでとても安心なスタイルの自動車でした。車としてはとても上品な車だったので、その古さとホンダが日本市場に力が入っていないことにとても残念な思いを感じていました。アコードワゴンの復活をぜひともお願いします。うちの初めての車がアコードでした。当時はセダンが普通で、家族がゆったり乗れて何も問題なかったです。左右のタイヤの幅が広めで、ドンとした安定感のある車だったように思います。いろんな理由でセダンの人気は低下しているのでしょうが、昔ながらの方がアコードで復活したのは懐かしさもあって嬉しいです。アメ車チックなデザインからもわかる通り、北米マーケットを見据えたセダン。日本ではセダンは売れないことはホンダもわかっているから、日本市場は、N ボックスやミニバンラベゼルで良いよというホンダの戦略。日本はガラパゴス化してなぜかセダンが不人気だが、グローバルに見ればセダンは大変需要がある。このご時世にセダンを出してくれるのは素晴らしい。ホンダさん頑張ってほしい。でも個人的にはちょうどいいサイズのスポーツセダンが欲しい。今所有の F30 マニュアル車みたいなのはもう出ないんだろうな。キープ予定。ホンダならそれはシビックなんだろうけど、自動車会社が複数のセダンを継続してくれたらいつかはセダン復権するかも。こんな風に応援のコメントも一定数いたが、やっぱり昔のアコードは良かったなーってコメントが大多数だったな。それだけアコードは日本で愛されていたってことね。
今は、北米のお下がり感は否めないけど、貴重な、セダンを国内で販売してくれることに感謝。ないとは思うが、このままセダン復権の立役者になってくれたら本望。そしたら国内でもスバルのレガシーセダン復活派よ。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。